神奈川県川崎市桜本。ふれあい館桜本子ども文化センターには多様な国籍バックグラウンドを持った人々が集います。在日コリアンや多くの外国籍の人々が暮らす桜本では、昔から地域の人たちと多文化共生のまちづくりをしてきたという歴史があります。ラッパーのフニさんは一時は IT 企業を立ち上げ川崎から遠のいていましたが、今は週に1回ふれあい館の高齢者事業である売り間団の手伝いに訪れています。ラッパー的には音も同じで、あの意味も似てるなっていうことですごいテンション上がりましたので When I say Eggy, you say baby. Eggy? Baby. Eggy? Baby. 今日はそんなふにさんにラップに対する思いや在日コリアンとしてのアイデンティティについてお話を伺いました。はい、ということで早稲田大学韓国学研究所とそしてダイアログフォーピープルが共催でお送りしてきましたカルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回第4弾ということでお迎えしたのはラッパーのフニさんです。ありがとうございます。はい、本日も、私安田夏樹とそして早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンムクです。よろしくお願いいたします。はい、この2人とともにフニさんのお話を、今日は聞いていきたいと思います。少しゲストのキャラが変わりましたね。そうですね、毛色がだいぶ変わった感じですそうなんです、あの訴えかけたいことがあるときはカメラに直接お願いいたします。お願いいたします。あの最初からこのシリーズを展開する上でフニをお招きするっていうことが僕の中での至上命題だったんですけども、4回目お招きできて嬉しいです。ついに実現できた。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。もともとケモクさんとフニさんとのつながりはどこから？最初の出会いは2007年のピース&グリーンボートっていう船旅、日本と韓国の市民活動家が集まって2週間、14日間だと思いますけども、横浜から出発して八戸、そしてウラジオストク、それからサハリン、友人のサハリン、ね、それで、プサン、門司港に戻るっていう旅仲間です。はい、なるほど、まあ、そこでいろんな語り合いをして、いやめちゃくちゃ濃かったっすね。ウラジオストクで夕日を一緒に見たの。いや覚えてます、覚えてます。あのちょうどあの、まあ、ショートクルーズって言ってざっくり言うと日本側からの参加者、はい、それから韓国側からの参加者で、どっちも経験してるっていうか、日本生まれだけど韓国育ち、日本生まれだけど韓国育ちのとこもある、うん、でどっちのボーダーもこう超えてる人っていうのが大体300人中 1% いなかったかな。そうですね。で僕はその時は、子ども養生子ども学校っていう平和学校みたいなところがあって、うん、そこの学校の先生みたいな形で、まあ、名ばかりでしたけど、子どもたちと一緒に遊ぶっていうバージョンで来てて、でふにはあのお話出ると思いますけども、若い時の活動のユニットの KP っていうラップグループをその時やってて、はいはい、まあ、その時の水崎案内人としてふえに呼ばれて、水崎案内人って、まあ、はい、まあ、講師みたいな形ですよね。そうです、そうです。パフォーマンスをしたりトークをしたり、そのふえの中でライブをやったり、あとはその、まあ、在日のトークをしたりとかで、その中でやっぱさっき言った通り日本側の参加者で韓国でどうなってるのみたいな、で韓国からの参加者は日本とか在日でどうなってるので、それであのサハリンとかあのカムチャッカとかこうラジオって行った時に、あの僕らも自分自身たちのことはあんま分かってなかったけど、僕らは日本生まれ日本育ちだったけど、たまたまそのロシアで生まれ育ってるとか、あるいはロシアに移動してしまった同胞たちを訪ねてみるっていうタイミングがあって、その時にどっちも経験してるって、彼らはロシアも経験してるし、あの韓国朝鮮半島も経験してるって人もいたり、あのそういったところでこう片っぽだけで向こう側を見てて、対岸を見てて、そんな感じなんだっていうことじゃなくて、どっちも行ったことがある。あ、もうクロスオーバー。クロスオーバー、越境をしてきてる人たちなんで、なんとなくこう、日本側の参加者だったり、韓国側の参加者が、あ、こんな感じで、在路コリアのこと、コリョインって言うんですけども、高麗人って書いて、コリョインって言うんですけども、その人たちのことを、あ、なんかすごいな、みたいな感じで見てるのを、なんとなくこう、人間が上野動物公園に行って動物園の動物を鑑賞してるっていうような感じに僕が見えてしまって、ってことは僕らもやっぱ日本で生まれ育ったけど、なんとなく動物を鑑賞されてるような
感覚なのかもなっていうふうに思った時に、まあ、隣にチャンヒョンがいたり、うん、隣にキムさんがいたりして、俺たちって何なんですかねみたいな話を2007年ぐらいにした思いがすごくあって、僕ももうちょっと若かった時代です。なるほど。ちょうど今僕38ですけど、多分それぐらい34とか3とかだったの、34歳だったと思います。そうですね、もう15年近く前っていうことですよね。2007年だった、あった頃だから年下だったってことですよね。そうそうそう。で、僕は彼と会うのはその時初めてだったんですけど、うん、あるドキュメンタリー、彼がこのアイデンティティとかについて考えるドキュメンタリー、先ほど出たあの、はい、あのフジテレビのあのノンフィクスの在日親子を2回にわたって特集されてましたよね。はい、そうですね。で、それをもうすでに見ていて、会いたい存在だったんですよ。だから、もう本当に実在するんだってことで、僕の方がもうラブコールを送ってたというような立場でもあります。そうなんですよね。で、そういう流れがあって、まあ、その、サハリンとかで、あの、コロインっていうか、その、越境した人たちっていうことを通して私たち自身もまた考えられて、でその後キョンクさんはあの宗教大学とかいろんな大学の時に、あ、そういうふうにちょっと大学の授業手伝ってくれみたいなことがあったりとか、チャンネル手伝ってくれってことがあったりとか、なんかさすがのラッパーさんだからか、はい、こうジェスチャーの範疇がめっちゃ広いなと思って見てました。そう、言葉じゃ足りないと思ってました。もう溢れるっていうか、あと大学の企画でも東京に僕が戻ってきてからも、うん、学生たちと即興ラブを作ってもらったりとかですね、まあ年に 1,2 回はいろいろと早稲田の方に来てもらって、そうですね、いろんなことをしていますね。変な話、その自分ラッパーっていう肩書きではあるんですけど、そのラッパーってどうしてもイメージで言うとその悪いとか、しかも川崎なんで、川崎そうめっちゃ悪い、ヘルとか被ってたりとかめっちゃこうみたいな感じで怖いなってイメージがあるんですけど、割と自分はそのマルチな形でラップってものを伝えられるのは、例えばキョンムクさんっていうチャンネルがあって、まあ、ふにアカデミアの場でちょっとラップを通じて越境してみてくんないかみたいなことが、そもそもベースとして越境っていうのが僕らの中にあるので、はいはい、あの感じですね、みんなをちょっと外の世界に連れ出す感じですね、わかりました、行きますみたいな。すいません、大変申し上げるのがこう遅くなってしまったんですけれども、はい、今日この場所、配信している場所のことについてもちょっと、ね、そうですね、触れていきたいと思うんですが、ここ川崎桜本のふれあい館というところで、お送りしております。で、フニさんもね、ここ小さい頃から、はい、縁のあるところだったと思うんですけれど、ふれあい館どういうところなのかっていうことを伺ってもいいですか。自分的にはその学童保育だったっていうか、学校が終わった後集まる場所、その時はロバの会とかって兄貴が行ってたりしたんですけれども、まあ、地域の子ども文化センターみたいなイメージでありましたね、最初はですね、はい、でただ自分が住んでる地域の子ども文化センターめちゃめちゃ行くタイプの人間かって言ったらそうじゃないんです。そのなんて言ったらいいですかね、そのちょっと車に構えて不良じゃないんだけれども、子供文化センターに来てる子たちに、最近調子どうみたいな感じで、上に聞きに来る調子いいやつぐらいで、めっちゃ子供文化センターでどっぷりお世話になって、あ、フライカーありがとうございますっていう絡み方じゃなくて、そこにそういう絡み方してる人たちに、あ、どうフライカー調子どうみたいな感じで、それも、なんて言ったんですか、片足を突っ込むじゃないですけど、あんまりべったりにならないぐらいだったんですよ。でも最近その自分の地元川崎っていうのを出て、例えば世界のスラムを放浪するタイミングとかがいろいろあった時に、特に2015年ぐらいトランプ政権確立するちょっと前ぐらいってニューヨークに行ったんですね。そこで川崎のふれあい館のヘイトスピーチのことだったり、ニューヨークにいるのに川崎のヘイトデモとかいうことが渡ってきたんですよ。でやべえな、俺の地元超頑張ってんじゃんみたいな感じで、でしかもそれがもともとすごいディープに関わってたっていうよりすごい車に構えて、ここには取り込まれないようにしますんでみたいな気持ちでいた、この街僕はいつか抜け出すんでみたいな気持ちでいた街の施設がすごく頑張ってるっていうことが、あ、外に出て自分の地元の偉大さニューヨークで今感じてるみたいな、うちの地元ってやっぱすごかったんじゃんってことを、ここにいた時は分かんなかったけど、外の世界でニューヨークでここまで伝わってくる、これってやっぱり人種差別とかと戦う最前線であったんじゃないかみたいなことを、ここでやっぱ思えなかったんですよ。
外に出て分かったっていうことなんですよね。なるほど。はい。そんな立ち位置のフライ感に、最近はちょっとずつリスペクトっていうか、うん、あまりにも自分のコミュニティの温かい部分をこうあんま感じられなくて、しがらみっていうか、その、家族っていうか、うん、なんていうかこう、ちょっとしがらみに感じちゃうなっていうふうなところだったのが、うん、逆に外で自分のコミュニティが、いや、すごいパワー持ってたんだっていうことで、今は勉強させてもらうってつもりで出会い直すっていうか、なるほど、ね、そうじゃなかったら多分出会い直せなかったです。でもふるさととしての川崎を確実に外に出ることで体感したっていうか、はい、もう確実に掴んだってことや、先ほどこの収録がある前 の、 その売りマダンの企画っていうのは、僕は本当に体が痺れたっていうのが、まあ、この率直なそうですね、ちょっと売り方って多分あのご覧になっている方初めて聞くと思うので、うん、どういう取り組み でどういうふうにこう参加するようになったのかっていうことも伺っていいですか。売りマダンの取り組みっていうのは、まあ、自分は共同学習者っていう形で来させていただいてるんですけども、うん、売りマダンっていうのは、まあ、売りっていうのは私たちのっていう意味で、マダンっていうのは多分庭っていうことだったのかな、まあ、こう車座になってみんなでっていうイメージだと思うんですけど、そこで多分あのおそらく昔学校に行く機会がなかったりとか、まあこう移民で渡ってきて敷地がままならないままで生活してきたけれども、改めてこう敷地に触れて、こう物を描くとか絵を描くとかっていうことに触れてみるっていうことをサポートさせていただくっていう立場で参加してるんですけれども、一番最初はあの、まあ、変な話ラッパーなんですけど、ラップもうできなくて、うん、っていうの もう自分のことを歌うっていうのが基本ラッパーのルールっていうか、うん、自分の出自っていうか、そのやっぱ言葉を出すのに、原稿を読むとかってことがあんまないので、自分の心が動いたことを、心が動いたよねみたいなことで書いて、それを心が動きましたって言って表現をしていくことって、毎日365日エブリデイできることじゃなくて、できないっていうか、むしろ一生に一回できますかっていうような世界だと思うんですよ、作品を作るっていうことって。でもそれをやっぱやり続けるってそれぐらい大変なことで、なんで売りマダンにそうディープに入っていったかっていうと、人が言葉を発するときにどういったものが必要かっていうことを考えるようになったんですよ。つまり自分が物事を発信できなくなっていったんで、じゃあ人が何か物事を語るときにどういうコンディションが必要なのかっていうことを自分自身が考えていったんですよ。それは人にやっぱ認められて、悩んでんじゃねえよ、めちゃくちゃいいじゃんお前って言ってもらうことによって自分の思ったことが吐けた、うん、そうなんだったとしたら、今まで自分の人生ってひどかったんじゃないかなって。なんかもう日本に渡ってきて、あの人に言えないような商売もいっぱいやってきて、でもう男と同じようなアルバイトもいっぱいやってきて、でも肩も全然上がんない状態で絵を描くみたいなハルモニーがいたとして、うん、多分外に出なかったら自分の人生って本当最悪だなみたいなことを自分だったら思っちゃうだろうなって、そのっていうのも自分がやっぱラップやってて出せなかった時間が多かったんで、誰かがいいねいいね、いや君の悩みとかってすごいいいんだよみたいなことを言ってくれたことによって出せたんだったとしたら、ハルモニーたち その生きてきたもの自体がやっぱもう作品だったとしたら、めちゃくちゃいいじゃんって言わないとみたいな気持ちになったっていうか、でそれをめちゃめちゃ言うことによってハルモニーたちが何を言うのかっていうことがすごく気になり始めたんですよ。だから一番最初ラップをやるときっていうのは、どうしても怒りのエネルギーが出発だったので、なんでこんな日本で生まれたんだとか、生まれたくて生まれた人っていんのみたいな、俺生まれますって言って生まれた人いんのみたいな、誰も生まれたくなくて生まれてるじゃん、この世の中に生まれ落ちちゃってるじゃん、生まれた後にしかも優劣とかが決まってて、でお前もこういうカードで生まれてるから、この言うこと聞いてくださいね、しかも年齢俺より下だからさとかってなっちゃうと、生まれたくて生まれたわけじゃないのに、まあ仕方ないから生まれてやってきて生きてやってやるけど、なのにもうルールがすでに決まってて、しかも年齢が下だからそれなりな感じで生きていかなきゃいけないんだっていうことにすごくムカつく、俺在日コリアンで生まれたくて生まれたわけじゃねえのに、そういったレールに乗ってるのがムカつくみたいなところの怒りのエネルギーが一番最初のラップ
の流れだったんです自分の。それがある程度解消されてった時に、亡くなったって言った時に、俺がそのみんなに認められて出せたんだったとしたら、まだ出せてない人たちいたんじゃないかなっていうか、でそれがなかったことにされるかもしれないんじゃないかなっていうことがあったとしたら、他の人は分かんないかもしれないけど、まず俺は見たいっていうか、俺は知りたいみたいな感じで、いやもう大先輩の話聞きたいっすみたいな気持ちで最初はまだ一歩させてもらったっていうか。なんか最初のそのラップに対する反応とかはどうだったんですか、はい、その反応に対して。いややっぱり最初は何なのその海鮮山鮮じゃないけども、やっぱ地域で育ったからっていう顔だけで来ては難しいところがありまして、やっぱり最初は変な子来たなっていう扱いを受けてたんですよ。で自分は、まあ、今だいたい半年弱ぐらいのお付き合いになってるんですけども、とにかくやっぱお話を聞かせてくださいとか、ハリモリのこともっと知りたいんですとかっていうのはもう全然先の方にあるなと思ってて、どういうふうにしたかっていうと、もうとにかく空気として馴染むっていうか、そのあなたは悪い人じゃないねみたいな感じにするというか、それを最初やっぱすごい努めて、であとは難しいんですけど、まあ肩揉んだりとか、ただこう人の話を聞いてるだけだったら俺もったいないなと思っちゃったりするんで、リラックスしながら話聞けばとか思う気持ちで揉んだりとかで、体が触るとやっぱりあこういう方してるのかなみたいな感じが分かったりとか、だから変な話ラッパーってじゃあラップしてみてよみたいな話になっちゃうけど、言葉にするのにすごい時間がかかって、でその言葉にするのにはやっぱり自分の心をすごい使わなきゃいけなくて、感情を使わなきゃいけなくて、でその感情を作るにはやっぱ触れないといけなくて、でそれは物理的に触れるっていうよりも、あ心に寄り添わせていただきますねみたいなノリでいないといけないっていうか、だから今まで皆さんが思ってるラップの対局に今行こうと思ってまして、なるべく世界一腰の低いラッパーで行かせていただければというのが、はい、私の心境ですね今、はい、ちょっとルーツのことについてもお聞きしたいなと思うんですけれど、もともとこの桜本は6歳、はいまでいらっしゃってっていうことですかね。はい、本当細かいんですけども、はい、私の父親は在日コリアンの2世でして、うん、日本生まれ育ちで朝鮮語韓国語話せない、うん、で母親っていうのは1980年代の労働資本が必要な時に入管がこう外国人来てください、その代わりなるべくどこの外国人っていうわけじゃなくって日系人とか中国とか韓国とか近めの外国人来てくださいって開いた時期に母親来てまして、それで国際結婚してっていうか、まあ同じ国籍なんですけども事実上の国際結婚なんですよ。なんでお互い同士は意思の疎通ができないっていうか、主にっていうか母親はハングル韓国語しか話せないので日本語がわからない、父親は日本語しかわからないので何言ってるかわからないの中で、まあ子供が生まれてっていう形なので、自分はやっぱ在日コリアンって一口に言ってもいろいろあると思うんですけども 2.5 世って言ってまして、それやっぱこうどっちつかずだっていうことをそのポイント 2.5 っていうことで表現してまして、でここの地域で生まれ育ったんですけれども、ここはいわゆる要は特区みたいな行政特区みたいなイメージっていうか、商店街もすごくキムチが売ってたりとか、そういう形なんですけども、引っ越しで隣の町に引っ越したんですけども、そしたらやっぱりもうここの地域だと小学校とか半分ぐらいは通称目だったとしても在日コリアンが多いとか、すごく安心できるっていうか僕だけじゃないっていう、ところが隣の町行ったら本当僕だけだったんですよ。あ、少なくとも把握できる限りは把握できる限りのが僕だけで、でそんなにこう距離ないですよね。そんなないです。カルチャーがそんなに違うものなんですね。なので自分もすごくショックを受けまして、でも今回のウリマダムとか来た時も同じですけど、逆になんて言ったらいいんですかね、その新しい社会に入っていくっていうそのトレーニングっていうのはすごく多かったんですね。
例えば地域に引っ越すとかもありますし、あとは4歳から5歳の時に、うち私4人兄弟なんですけども、4歳になったら兄弟4人ともそれぞれが単独で母親の祖父祖母の田舎の漁村で1年間育てられるって訓練があるんですよ。超スパルタなんですよ。マジで。で、騙されて連れてくるんですよ。なんかオレンジジュースもらえるから空港行こうかみたいな。オレンジジュースもらえるの？行く空港みたいな。オレンジジュースで釣られるんですか？釣られるんですよ。オレンジジュースで行くみたいな感じで、気づいたら韓国ついてるみたいな感じなんで、何ここみたいな感じになって、で、こう行くんですけど、日本でやっぱ、お前は朝鮮人だから朝鮮人の魂忘れんな、それ育てみたいな、そういった育て方だったんですけれども、うん、4歳なりにその自分の田舎の漁村に帰ったら、うん、あ、英語なわねって言われて、英語ってのは日本、あなたの子供なんですけど、日本の子が来たねっていうふうに言われて、そこでもう4歳なりに、俺は日本人じゃない、日本の子じゃないって思ってたんだけれども、それ伝えられなくて。なるほど。日本の子じゃない。俺は朝鮮の魂持って育ってんのに、日本の子じゃないぞって思ってるけど、同胞たちに、いや、日本の子来たねみたいな感じで、で、祖父祖母に育てられるので、もうそこで一発で決めるわけですよ。もうカルチャーショックなんですけど、絶対誰の言うことも聞かないって。親の言うこととかも絶対聞かないみたいな。だって嘘じゃんみたいな。俺朝鮮人で育てといてここで否定されてるみたいな。で、ハイウェイとか反面おじいちゃんおばあちゃんが言ってる、イルゴナーとかっていうのも、信じないみたいな。だから事実ってのはもう複数あるんだなって。真実だとかってみんな言うけど、事実が複数あるだけだ。じゃあ俺は何を選ぶっていうとこをもう4歳で決めてて、もう誰も信じない。聞いてよければ、すごくやっぱり民族教育厳しい親御さんたちだったと思うんですけど、はい、やっぱり日本の公立学校に通ってて、うんうん、民族学校には行ってないっていうのもまた何か選択があった、ね、これはね、本当超細かい話になりますけども、はいはい、ロングストーリーショート、はい、お願いします。父は総理になったんですけれども、母親と結婚するために国籍をやっぱ韓国に変えて、で、で日本の学校行くって形だったので、それを兼ね合いもあったんでしょうね。なるほど。父親のお姉さんは朝鮮学校出たんですけれども、父親自体は日本の学校だったんですね。だからすごく僕も複雑だなと思ってて、何かルールがあるわけじゃないけど、で、そんな感じですね。本当、うん、なんかさっきね、話にも出たノンフィックス、はい、もう私見させてもらったんですけど、はい、家族のことをった、うん、でそこでやっぱり日本の公立学校に行って、でしかも桜本から引っ越した後は、うん、少なくとも自分、うん、はい、把握できる限りは自分しか在日ルーツがいなかったっていうことで、はいはい、やっぱりすごく名前の言葉尻をこう取られてこう、うん、にこうからかわれたりとか、うん、やっぱりそういう経験も小学校の時っていうのはやっぱり積み重なってきたような感じですかね、はい、めちゃくちゃありましてですね、うん、カクチョンフンって名前なので、うん、カクチョンフンのフンは獣のフンだっていうことで、まあ、いじめられたわけなんですけども、そんなは獣じゃねえからっつって終わりの話なんですけども、結構体がでかかったのにやっぱ食らっちゃったわけですね。だからラッパー的に思うけど、やっぱ心を打ち抜かれたんだな、言葉って強えなっていうのをやっぱ体で感じてまして、うん、で、やっぱ体でかかったのは家に帰って泣きながら、なんで日本で産んで、なんで朝鮮民族名つけたんだってことを親にめちゃくちゃ言って、うん、で、親がやっぱ変な話戦う人だったんで、学校行こうかって学校行って、その当事者と対話をして、うん、で、結局変な話なんですけど、僕をすごくいじめた彼も、その次の年5年生で一緒のクラスになって、実は彼は、すごく鍵っ子で、うん、両親がほとんど家にいなくて、うん、割と僕がそこに家に行くようになって、俺兄弟4人だから部屋ねえからさ、つって。で、その子の部屋で過ごすようになって、割と親友になってったっていうか。だから、僕は民族だから同じ同胞だねとかっていうことよりは、何か足りないとか何か起こったものを、こうちゃんと向き合った時に何か見えてくるかもしれないっていうのはやっぱ体験してるんですよね、うん、なるほど、うん、私はすごくドキュメンタリーの中で印象的だったのが、はい、私も言われた経験があるんですけれど、例えば
そのマイノリティだから努力をしなさいみたいな、多分親御さんの価値観とこう自分のこう価値観とのこうズレとかぶつかりっていうのもこうたくさんだと思うんですけど、その例えば私が言われたのはこうあなたが例えばあのいいことをあのしたとして、さすが在日の子だねとかさすが母子家庭の子だねとは言われないけれど、何か悪いことをした時にほら在日の子はとかほら母子家庭はって言われる、だから努力しなさいってこう続く、それに対してすごくこう反発を覚えてたシーンっていうのが私はすごく印象的だったんですけど、あもうそうなんですよ。でもそれはやっぱりもうすごく今だから感じるんですけど、母親っていうのはやっぱむき出しな状態で日本に来てまして、本当に痛いって時に痛いとは言えなかった人だと思います。ジェネレーション的にもですね。でも僕はやっぱりその上にいる世代なので、すごくおかしいなこれとか言って言えたりする土壌があるんですけども、あの母親とも言えなかったな、あるいは今移住労働で働いてる人でままならない言語が人はふざけんなとかって言えなかったりするなと思った時に、なんか自分は恵まれてるんだってすごく思っていて、その与えられてるポジションで何をやっぱ吐かなきゃいけないかなとは思ってますね。だから母親頼むの大変だったんだなって、なんかそのあたりもちょっとねドキュメンタリーで描かれているところですけれど、そのさっき言ったみたいにそのこう言葉のこう射抜く力みたいな、こうすごくやっぱりこう心臓を射抜くぐらいのこう力があるっていうふうにおっしゃってたと思うんですよね、でそれをやっぱりこう違う力にこう変換することができるのがある種こうラップでもあるのかなと思うんですけど、なんかラップはそもそもどういうふうにこう出会っていってみたいな、自分はやっぱりその若い頃からボーダーを越えるっていうようなことが多かったんで、やっぱり自分自身は何者かっていうことを問われるタイミングが多かったんです、だから自分は何者であるっていうことを口にするとかっていう表現するタイミングが多かったし、トレーニングが多かったんで、ラッパーになってったとは思ってるんですけど、ただそれが何者かっていうふうに喋れるまではすごく時間がかかって、問われるタイミングが多かったけれども、そのフォーマット形式がどれにしたらいいのか分かんなかった。それは例えばピアノだったり絵だったりしたのかもしれないけど、習字とかも習わされたけど部屋真っ黒にしちゃうんでやめさせられてこれどうやって思ったことを表現したらいいのかなと思ってたんですよ。それを14歳ぐらいの時に通ってた教会の不良の先輩が、お前この詩で聴いてみろよって渡されたのが、まあ、あのラップの音楽でして、ではっきり言って何言ってるか全く聞き取れなかったんですよ。何言ってるか分からなかったんだけど、その熱量がすごくて、で自分がそれにすごく背中を押された理由っていうのは、なんか意味が分かるとか意味が分かんないとか、いいメロディーだとかいいメロディーじゃないとか、そんなことはどうでもいいんだ、とりあえず表現してごらんっていうふうに言われた気がすごくして、それはくしくも同じ同胞じゃなかったっていうところがすごくなんです、強調しちゃったらあれなんですけども、つまり同じ同胞だよねとか、いや君ほとんどもう日本人じゃんとか、そういったことがなんかよりもすごく表現をするんだ、今誰もいない誰も分かってくれないかもしれないけど、でも本当にこの感情あるみたいなものに出会っちゃった時に、いいんだこれでみたいな、だから俺日本人なんだろうか韓国人なんだろうかじゃなくて、わかんねえよっていいじゃんっていうことがラップに教えてもらったことっていうか、こうやってラップの世界が全てそうなのか、彼の独特のその生き方なのか、僕の中では十分わからない部分があるんですけども、あの彼の今の熱量感情をですね、その言葉に置き換えていくっていうことがすごいんですね。でそれも、あの準備の期間いろんなアーティストを、あのかけてやるかもしれないけど、あの即興ラップをみんなのラッパーができるかどうかもわからないけども、彼がこう怒りや喜びやその感情を吐き出す、あるいはもうあの湧き出す汗が止まらないかのような言葉が流れてくる瞬間っていうのがすごくて、でこれは多分この生き方がどういう形でこう言語化されていくのかっていうのがすごく不思議で仕方ないっていう感じです。そうなんかなかなかこうラップをやったことがない側からすると、次から次へとこう言葉がさっきもこう木本さんが言ったみたいに汗が吹き出るようにこう湧いてきて、それをやっぱりビートに乗せられるっていうのがもう尊敬の眼差しでしかないっていう。
感じではあるんですよね。おそらくなんですけど、街中歩いてて、あの信号を渡ってる時に一人でめちゃめちゃブツブツ言ってる人とかって皆さん見たことあると思うんですけど、変わんないです。基本頭の中でずっと言葉が止まんないんですよ。で、あの適応障害って言葉もあるかもしれないけど、この社会に適応しなきゃいけないかよ俺みたいなことをやっぱずっと思ってる。で、それはやっぱちっちゃい頃からなるべく日本のフォーマットに合わせて、それは今言ったらまずいから言わない方がいいのかもしれないっていうふうに思ってたものが、やっぱどんどん本当は溢れ出ちゃってる。で、それを出した時に分かるって人はきっといるんだろうなっていうような感じで、だからすごいっていうよりは自分も止められない。だからある種障害なのかもしれない。だけどそれを障害っていうふうにしちゃうことには自分ではできない。じゃあどういうふうに自分で自分を肯定するかって、アートです。ラップですって言い切ってみるしかないっていうか、それが自分のサバイバル方法だっていうか。あの、彼のラップの表現っていうのはある意味で日本のラップ好きの人、あるいは音楽好きの人にとっても、私なりの見解ですけども、まだリテラシー的に彼の世界観十分追いついてないかもしれないっていうところもあって、つまりあの、なんていうのか、リリックをそのまま文字にして読んでも多分伝わらないところがあるような気がするんですね。で、多分彼がパフォーマンスをしている、あるいはそのパフォーマンスを感じること自体が彼を吸収する唯一の方法であって、その意味合いとかを無理に噛み締めようとすることはいけなくて、だからこそ僕のその中での国の最大のこうリスペクトの部分は、自分自身の表現だけじゃなくて、みんなを表現できる、リプゼンできる人たちの行動として巻き込む、これがウリマダンでのハルモニーたちのパターンであったり、若者たちとのラップワークショップだったりっていうところにあって、正しい道を見つけたんじゃないかなっていうふうに感じてるんです。まだ浅めのうちなんですけども、あるいは教授とか、ジャーナリストとか、映画監督とか、彼らのその表現方法のフォーマットがもちろんあるとは思うんですよ。で、そこには出てこないだろうなっていう感情が実はあって、あの、もっと言うと頭の中でこれ表現しちゃったら今世の中的にコンプライアンス引っかかっちゃうから、ぐちゃぐちゃぐちゃ捨てるみたいな。でタイムラインがこうツイッターだけど、今これつぶやいたら多分変な炎上しちゃうから、うん、言わないとこうとかしちゃう。アクセスつかない、あ、いいねがつかないと消しちゃうとかね。消しちゃう。じゃあその感情はなかったのかって言ったら、いや、ありました。確かにありました。じゃあ誰が消したの？あ、自分で消しました。自分で消したんでしょう。はい。っていうことなんですよ。で、それを消すわけにはいけないって自分で勝手に思ってる。で、もっと言うとですね、教授とかジャーナリストとかっていうのはある普遍だったり、真理みたいな、君と僕が繋がってねみたいな、そういった何か糸口を見つけ出そうとするっていうかですね、自分ももちろんしようとするんですけども、そこまで追いつけないっていうか、そこまで達観して全部を生還して見れるわけない。今もう渦の中にいるんだから。でもそれは後で考えようって、この渦の中に起こってうわーみたいになってることは後で考えようと、でもあったことだから。で、3年後とか5年後とか経ってうわーとかなってるのを見て、多分この時失恋したんだと思いますみたいなことだったりとか。でもみんなはそれ隠してる。だけど何か知らぬ発散方法だったり表現方法で消化しない、いかないといけないと思うっていうか、それが衣食住が整ってればいいってわけじゃなくて、我々やっぱコミュニケーションが必要だった、特にコロナになって感じるけど、出会わないのに出会うっていう方法を取らないと今後やっていけないぞというふうに思ったときに、これはウリマダンいかないとなっていうか、どうやって人と出会うの？ズームでって、リアルにみたいなところの感覚っていうものを、やっぱ修行しなきゃいけないな。出会わずして出会うって方法をしなきゃいけないなっていったときに、言葉だって。これは国会とかで使われてる言葉じゃないって。で、こう、どうしても哲学者とか教授とかっていうのは金字塔みたいなものを作ろうとしちゃうんですけど、言葉ってなんか生きてるんで、この人間の中でしか通じない隠語とか、ここでは言っちゃいけないコンプライアンスだねっていうぐらい、本当は一人一人にフォーカスしなきゃいけない言葉があるんですよ。服みたいにオートクチュールで作られるように。でもみんななるべく誰かを取り込んで、汎用あるね、高級の平和だねみたいなものを打ち立てようとするんで、それのメンテナンスに費用とかがかかっちゃうけど、俺はそんなの必要ない。季節労働者だから、その場に行って、一番最善を尽くした言葉を吐く。で、それが必要なかったら吐いて捨てましょうと。
ぐらいの感じっていうか、なるほどな、そう、金字塔を建てるっていうよりはあのキャラバンでなるほど場所を作るっていうよりは空間を作るです、ね、はい、なんかちょっと話が戻っちゃうんですけど、はい、私が初めて多分あのふみさんに出会ったのも KP をやってた頃で、はい、ちょっとあの私から説明しちゃうのもなんなんですけれど、あのデュオとしてメジャーデビューをしてた頃だったんですよね、はい、KP っていう名前 で、はい、 そうですね、はい、でその時あのこの前もちょっとお話ししたかもしれないですけれど、私はたまたま知人が在日コリア映画祭っていうのを、まあ、渋谷の映画館でやっていて、ね、その時にゲストで、はい、実はふみさんがというか KP の2人としてこう来たっていうのが一番最初のつながりだったんですね、はい、もう本当15年ぐらい前ですね。そうですね、15年、そうだから多分ちょうど同じぐらい KP 時代ですね。同じぐらい、あ、舞台もやってたんで、ノーマンズランドとか僕が大好きな映画の舞台もやってたんじゃないかなっていう。あ、 5です、まあ、5をやってたんだ。5やってましたね、はい。なんかちょうど私も高校生の時に自分の父がその在日コリアンだってことを初めて知って、どうしたらいいのだっていう、なんかアイデンティティの前でフリーズしてるみたいな、どう思うって言われて、どうなんかこうそれを言語化するに至ってないみたいな時に KP の2人のそのラップを聞いて、あ、こういう表現の仕方があるんだって結構衝撃的な出会いだったんです。僕は東京タワーとかサランラップとか好きだったな。ありがとうございます。もう出てくる。ぜひちょっと気になる方はあの聞いてみてください。こういう人たちに会うとですね、言葉すごく体の中から作られるんですよ、うん、そうだからもうラップしたくてたまんなくなっちゃうんで残りの時間必ずラップしますんでね、はい、そうなんですよね。でもやっぱりその KP をやっている時もいろんなこう多分葛藤があったんじゃないかなと思っていて、うん、はい、例えばこのルポ川崎にもちょっと書かれてたことだと思うんですけど、はい、なんか韓国人デュオ現るみたいなこう書かれ方をしたことに対する違和感とか、あとはそのラッパーとしての仕事っていうよりもなんかこう在日代表みたいな扱われ方をすることへのまた違和感とか、はい、メジャーデビューをしてみてのいろんなこう葛藤みたいなものもあったんじゃないかなと思うんですけど、ぜひそのあたり聞きたくて、はい、ありがとうございます。やっぱり2002年って日韓ワールドカップだったり冬のソナタだったり、つまりコリアネタっていうものをつければマネタイズできる時代だったんですよ。なんで私たちのデビューがなんで早かったのかなって振り返って考えてみると、子供たち使って一丁跳ね分けすっか、でこれ韓国ラッパーデビューっていうふうにすればいいねとかバズが今で言うと多くつくんじゃないかっていうことだったのかなって考察するんですけど、そこにやっぱり自分たちの苦労だったり、もっと言うと先祖だったりっていうものの苦しみとかっていうものをこういいねとかで消費されるのがすごく嫌だったっていうか、でもっと言うと俺背負えないって、俺一人が代表だなんてことは絶対ありえないみたいな。だからそのあ在日コリアンって、まあ、不利のことでしょみたいな感じになっちゃうとすごく怖いなっていうようなイメージもすごくあったなと思ってました。でとにかく俺は俺でいたいよっていう気持ちがすごくあったものに対して、世間は要はそのヨン様とかあのチェジウとかっていう形だったので、彼ら的にもなんつうのかな、その金になればいいじゃんみたいな風に僕ら的にも見えちゃったっていうか、日本のマーケットとして冬のソナタが金儲けでやってますっていう風に入ってきたものと、こっち人生消費してラップしてんだけど同じテーブルですかみたいな気持ちになっちゃったところはすごくある。だから逆に言ったら、何度も言ってる通り、その同じ在日コリアンだからとか、うん、同じ韓国人だからとか、同じ同胞だからとかいう、その僕はフィクションって最近思うんですけども、うん、要は同じ日本人じゃんとかっていう中でも全然違うっていうことをこうなるべく分かりにくいけれども、それにチャレンジして表現していくってことをしてますんで、だから KP っていうのは、ああいわゆる韓国人ラッパーねみたいな感じにされちゃうと、いや生まれも育ちも日本で、むしろちょっと向こうで過ごした時期があってとか複雑なんだっていうこと、一人の人に出会うことで人間は変わると思うんですけど、一人の人間に出会うっていうよりは、あ、なんか一本の映画俺見たよみたいな感じのコンプリート感みたいな感じで消費されちゃうと困るっていう、人とのコミュニケーションツールで一応あれ見ましたよみたいな感じだけで消費されちゃうと嫌だっていう気持ちがどうしてもあったってことです。なるほど。
そうだな、すごくそのあたりも共感するところなんですけど、うん、KP の楽曲、多分出会われた頃まだ KP だったと思うんですけど、ですね、なんか触れてみて最初の印象どうですか？いやもうさっきも言った東京タワーとかですね、うん、いろいろと人々のなんていうのかな、都会の中での無機質な人間らしさを失っていくっていうこととか、うん、サランラップとかもいろいろとこう伝統的な曲なんかリズムが入りながら、うん、これをこうかけて、いわゆるこのその時の年齢で、その時さっき韓流ブームという話もありましたけども、うん、あえてアイデンティティとかを出していくっていうことは、うん、まあ売れるって戦略は大人たちの中であったかもしれないけども、うん、裸にさせられるわけですね、うん、だからこの部分って非常に内面的な苦悩がたくさんあったんじゃないかな、うん、いわゆる何でもかんでもこうコリアネタに戻して還元させないといけない、それが消費として終わってしまうということは、うん、非常にある意味で暴力的になってしまうという問題を今私は考えてあります。なんかそのいろんなこうレイヤーでのこう暴力的なこう消費とかがあったと思うんですよね。でかといって例えばそのワンコリアみたいなこう曲を出そうとしたら、それは政治的だからやめろって言われたりですとか、なんかこういろんなこう角度からこのまあ、偏見だったりですとか、こうステレオタイプとか、こうそれはこう政治だから、政治的だからうんぬんかんぬんっていうところにこう四方八方からやっぱりこう挟まれたり、そういう感覚は当時あったんじゃないかなと、こう本なんかを読んでて思うんです。そうですね、割とやっぱりこう自由に本当に表現できたかって言ったらそんなことはなかったかなと思うんですけども、でもその中でも垣間見れるやっぱり論文とかではなく、ポップミュージックだったり、ミュージックの中で自分の出自を明かすとか、うん、そういった、その、もっと言うと、ヒップホップってやっぱ移民が僕前提だと思ってて、だから日本のヒップホップって割とコスプレっぽいなって、俺、日本で生まれてる外国人だから、ぴったりだと思うよって思ってたけど、自分が現れる前のヒップホップシーンっていうのは、移民のことだったり、自分はそういう、物を持ってるとかっていうことを言う人は誰もいなかったので、KP がその持つその意味っていうのは本当に移民として、うん、自分は移民であるっていうことをラップで言えたっていうことはでかいのかもしれないとはやっぱり改めては思いますかね。そうですね。なんか当時の表現は表現ですごく共感するところもたくさんあったし、うん、やっぱり今やっている例えばワークショップだったりとか、うん、はいはい、こう足元からじわじわこう広げていく感じも、はいはい、私はすごく興味深いなと思っていて、うん、はい、そのワークショップの取り組みとか、はい、こう世代を超えてやっぱりそういうものを共有するものとかってなんかどういうふうにこう始めてどういうふうに広げてきたのかっていうこともいいですか、聞いて。はい、聞いてくれる人誰もいないんで。まずラップでメジャーデビューをして、でそれでも音楽を続けるっていうことにやっぱ破綻したわけですね、経済的に食っていけないから。でそれをどうやって解消するかって言ったら、履歴書書く癖ないし、日立就職統制とかがあった流れもあって、じゃあ社長やるわ、IT 企業の社長いきなしやっちゃうみたいな、うん、そういうなんかそのすごい、だってもう短期間で従業員80人ぐらいになるような会社に育てたっていう、はい、でまあそれでもうラップすることもねえし、ラップやっても食えねえから、食うためにはやっぱ社長やるか、で社長やってみて食えることにはなったけど、どういうようなマインドになったかっていうと、初めて日本名、高吉聖君っていう日本名を名乗るようになって、よし、日本人よりも日本人らしい在日韓国人になるか、コリアになるかっていう形で腹をくくるわけなんで、日本名名乗るし、ガンガン積極的に社会に参加していくってなると、どういう気持ちになっていくかっていうと、あ、ちょっと、日本で俺骨をうずめるって覚悟してビジネスやってるのに、外国人の人犯罪とか起こさないでほしいなって思うようになっちゃうんですよ、マインドが。とかなんか誰々どこどこで外国人が犯罪を犯したとかなっちゃうと、ちょっと待ってくんねって、ビジネスで多分俺のあれ案件とかダメになっちゃうんじゃないみたいな疑心暗鬼になってくる。そうなるとすごく言い方選ばないと右翼のドンみたいな気持ちになってきて、俺が本当に日本をちゃんとやっていくんだからさ、それを邪魔する人たちは出てってくんねえかなみたいな、なんでかっていうと俺すっげえ犠牲してるから人生みたいな、君たちみたいな軽い気持ちじゃないんだ、今近くでんのみたいな、どうしても金稼ぎでそういうな気持ちになってっちゃう、ある種やっぱりこうマジョリティ側のこう言い分みたいなこう内面化していってしまったところっていうのがある感じですかね。一つ聞いていい、はい、高吉聖君に拡張音からなることで、はい、社会がそれを求める部分があるっていうけど、実際本当に変わるの、それともやっぱり
拡張のままでも結果は同じなのか、いわゆる僕は日本名で生きたことがないから そうですよね、そこの変化についてわからないんだけど、うん、あえて高橋聖君名乗らなくてもよかったんじゃないかなっていうクッションがここにあるんだけど、どうなんですか、はい、だとしたら多分売れてないなと思ってまして、っていうのもやっぱ外のイメージっていうよりも自分の気持ちを切り替えるために名前を変えてたので、うん、だからそのいい印象になったらいいなじゃなくて、俺が日本人になる、みんながそれを求めるんだよね、ある意味で求めてるのかもしれないですね。だからなんとなくうっすらとした同調圧力を感じてて期待に応えたってことなんでしょうね、おそらく、うん、で、あのやってやるよっていう感じで、で孫正義じゃないけど、あのまあ分かるけどそっち寄りですよっていう形にしちゃおうかなっていうふうに思ってたんですけれども、それがやっぱりガラッと変わって、やっぱあまりにも働きすぎて、うん、まああの大切なものを失ってしまったっていう経験をしてあったので、お金で買えないものあるんだみたいな、うん、でそれは本当悔しいなって、超脱税なみたいな、だとしたら生き方変えないともう生きていけないなっていうふうに思って、うん、とにかくお金を稼ぐことってのは死ぬほどやってたんで、その前まではラップを死ぬほどやってラップじゃ食っていけなかった、でお金すげえ稼いで金だけでも生きていけない、うん、じゃあどういうふうに生きていこうかと思った時に、やっぱラップに関わんなきゃダメだと思った時に、うん、でも歌うこと全然ない、じゃあどうやったらラップに関われるのかなって言った時に、そうだ俺がラップで救われたんだからラップをすることでめっちゃスッキリしたみたいな感覚をみんなに持ってもらおうということで、ラップワークショップに変えていくと、あ、俺はもう歌うネタないけど70億通り歌うネタあんじゃんみたいな、でもその人たちは表現方法知らないみたいな、俺はその時のスッキリ感わかる、じゃあそれをやってみようかなっていうところからがスタートだったんですよ。だからもうラップ自分でできないから、でも自分はラップの凄さを知ってるからさせようって、でワークショップをしてった。でそれが今どうなってるかっていうと、あのラップ自体をさせて、そのラップを次の人とかに持ってって、そのラップを聴かせてみると、これ多分僕のこと歌ってくれてますよねみたいな感じになって、アンサー返しますみたいな感じになって、じゃあアンサー返そうっつってアンサーを返す、でアンサーを返したところを俺が持ってく、どうなるかって、この人って大人なんですか、僕の周りにはこういう大人の人いないです、大人なんだよ、すげえ世の中にこんな大人いるんだ、俺じゃあ何言います、もう暴力も酒もやめますみたいな感じで言ったアンサーを持っていくと、こうやって変わったんだよね、それ、あ、私の言葉でこんな変わったんですか、うんうん、私絶対このこれ宝物にしますみたいな感じで、出会ってないんですよ2人は。すごい、でもラップでそういう連鎖が生まれてるっていう、でも出会えてるんですよ、出会ってないんだけど出会えてるっていうことを実験したくて、もっと言うと自分がなんで変われたのかなって考えた時に、本気で関わってくれた人がいたから、だから、あ、そんな感じなんだ、いいねみたいな感じで、じゃあなんとかってことじゃなくて、もしかしてやべえなみたいな、じゃあ今度一緒に行くよみたいな、そういう関わり方をしてくれた人がいたんで、やっぱ変われたとした時に、あの会えないけど言葉で関わるっていうか、だからずっと孤立して一人だと思ってた、でもあんたは一人じゃないよって言ってくれる人がいました、フニさんって、フニさんがその言葉持ってきてくれました、だから俺変わりますって言った時に、人は変われるっていうか、一人の力で変われない、俺ですら、すごくルポ川崎でいろんなことやってきて、フニさんすごいですね、人生のタイミングで関わってくれて変わった人がいた、でそれになるっていうことですね、それを俺の方法でラップでやる、体験したことないんですか、すごくあのワンショップされてて、僕ライセンス取りましたよ、すごい、体験したことないですかって言った時の業務さんからも、いやいや、これはね、人生変わるモメンタムの技だった、だからね、僕思い出したのがあの、ね、全部 あのリリックを覚えてないんだけども、うん、俺は大人の教授、大人の幼稚園で教授みたいな、ね、教授と遊びを教授で、なんか生半可な人生生きてるんだってことをカミングアウトする、そんなのが素晴らしいアップでした、師匠に、いやいやいや、それ詩書いただけじゃなくて実際歌っ
歌って音を取ってみんなの前で披露するっていうワークショップなんですよ。いやだから覚えてないからだけど。でもねそれが恥ずかしくないと思える、うん、なんかこう整う瞬間、サウナの後の整う瞬間って言ったら変だけど、うんうん、そういう気持ちになってそれがやっぱり生き方が変わるんで素直になるんです、はいはい、やった方がいいですよ。はい、わかりました。ぜひちょっと教えていただきたく、もちもちですね、はい、1時間経つんですけれど、はい、なんかさっき、はい、こう溢れ出てきてラップしたいみたいなことをおっしゃってくださったじゃないですか、はいはい、やっちゃいますか。ぜひぜひ。Yo, yo, listen, listen, 先はわからない闇、人は悩み、でも降らない雨の中、俺たちどこに向かうかわからず、交わす挨拶もいつしたかわからん。ああ、言葉、大人、子供をつなぐこの場、つまりプレイスじゃなくスペース、世の中はプライスに価値をつける、勝ち負けで価値を曲げ、立場で何を発言、何を隠せ、何を隠すな、字の隠すとかではなく自分の感情を表す、俺の周波数はゆっくりとこの画面上を超えていく、それはまるで戦場、70年以上前以上だった正常をまたひっくり返す、繰り返す、つまりリピート、ビートはなくても俺のリリックが響く、響き渡る、まるで飛行機が離陸し上空で遠く遠く記憶の奥を引き出す、まるでシナボークで祈る、そういう気持ち、まるで俺の言葉は交差していく、イスラエル・パレスチナの気持ちをこの川崎に降らした。わかるか、ヘイト、それは自分たちで作ったヘイト言語を超えていく、自分たちの考えと行動、コードネームは FUNI22、 つまりフニ、唯一無二とか言いたいわけじゃない、ただ目をつぶり想像してみる、暴走がちの東京、どうしようもないよ。でも内容の内容のことは言いたくないんだ。来たこの売りマダム、金持ってるマダムじゃねえんだ。彼女たちの人生、半生、半目で半歩半歩歩いてきた半目。なんでそれはダメ、あんでとかしんねえ。自分たちの手とかではなくて、自分たちがどう生きたいかが重要だぜ。よ、未来に期待しすぎんな。自分たちで作るしかないんだ。神格化とかすんな。自分で変えていくしかないんだ。でも、それが俺たちの言葉だから、その言葉を君たちの隣に置いていくぜ。ふに、イエー。はい、ということで今日は即興でラップもしていただきましたが、カルチャーから知る朝鮮半島のこと、第4弾としてラッパーのフニさんをお迎えしました。ありがとうございました。次回もぜひ見てください。またね、コロナが終わってからいろいろと食とかいろんな形でまた深めていきたいと思います。ぜひぜひまた桜本にも邪魔させてください。ありがとうございました。ふれあい館の皆様にも感謝です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。